東明寺は埼玉県川越市下町にある寺州の寺院である。三号は東海山、陰号は商明院、本尊は国蔵菩薩。十三世紀に一遍承認会期の寺州の菩薩。東海山商明院東明寺。本尊は国蔵菩薩で自覚大施策である。東明寺は川越市の荘園の東端に広い寺領を有していた。天文十五年四月二十日。 小田原のご北上氏の武蔵国進出を決定づけた、上杉氏との河川、川越野川の激戦地は、東明寺の広い寺領であった。境内には、川越野川跡の石碑がある。川越市指定史跡。また、将兵の遺骸を収めた、藤塚や大井町が、今も残っている。川越野川は、東明寺口合戦とも言う。松本清張の推理小説、黒い空は、 この川越野戦が事件の鍵を握る話である。その一方で、近年では、東明寺一帯は、中世紀から大規模な墳墓群が形成されており、川越野戦の犠牲者とされる人骨も当時の川越住民の遺骨とする説も出されている。川越駅から、東明寺前バス停下車、ABCDEF 新編武蔵フード機構、川越城並び城下町下町。 上核研究会、中世の川越城、その成立と、景観マイナス、初集、黒田元基編長、シリーズ、中世関東武士の研究第五巻、大木谷上杉氏、ISBN 978から4から864030441。ありがとうございます。